アロイス・ハーバー、アロイス・ハーバー・ヴィザ・ウィッツ、ヴィザ・ウィッツアから1973年11月18日、プラハは、チェコの作曲家。微分音開拓期の重要人物。幼少から、民謡や、音楽家の多い環境で育ち、民族音楽に興味を持つ。1914年から1915年にかけて、プラハ音楽院で、ビーチェスラフノバークに指示。1918年に、 ウィーンに渡り、3年間、フランツーカーに支持した。1921年には、初めて4分音を用いた、弦楽四重奏曲、第2番を作曲。1923年、微分音を提唱していたフェルチョブゾーニに面会し、激励される。同年プラハに戻り、プラハ音楽院教授に就任。1924年には四分音の学科を音楽院に開設し、 世界初の4分音ピアノを製造。以後、チェコスロバキア音楽界の中心的存在として活躍。1931年、4分音による歌劇母を完成。しかし、1939年にナチスドイツがチェコを占領し、第二次世界大戦終結まで彼の作品の演奏は禁止される。1945年5月5日劇場のオペラ団。 監督及びプラハ芸術アカデミー教授に就任。1948年、チェコスロバキア共産党を中心とした政権が発足するとハーバーは一転して迫害の対象となり、彼が設立した微分音楽家すら廃止されてしまう。この状態はスターリンの死により名誉回復されるまで続いた。ブゾーニなどハーバー以前の試みが概ね実験や理論に終始。 したのに対して、ハーバーは作曲ばかりでなく理論書の執筆や、微分音楽機の制作、教育など、より広い認知と需要を求めて幅広い活動を繰り広げた。一方でハーバーの微分音の実践は、旋律の可能性を拡張するための手段にとどまり、しばしば親しみやすい民族的な雰囲気を醸し出すのに、利用されている。その点では、調整。 火星法の拡張及び破壊の手段として、微分音を利用したビシネグラツキーやシマノフスキとは音楽的な着想が異なっていた。ありがとうございます。